歌わせたい男たちは、長い一作、演出の儀曲、演劇。卒業式の日を迎えた、都立高等学校の保健室を舞台に、音楽の講師を主人公として、君が用を式で歌わせようとする教師と、国家聖書に反対し、シャンソンを歌わせようとする左翼教師を描く喜劇。卒業式まであと数時間となった、ある都立高校の保健室。 売れないシャンソン歌手として過ごしてきた中みチルは片着の仕事として音楽講師を務めるようになり初めての卒業式を迎えるみちるはピアノが苦手な上に上がり制だったため自分のせいで卒業式が台無しになってしまっては大変だと早朝から音楽室にこもってピアノ伴奏の稽古をしていた緊張が高まったせいか指が震えてめまいを起こし コーヒーを服にこぼし倒れてしまったミチルは保健室の養護教師の暗部に服を乾かしてもらい布団を巻きつけて休んでいたそこへ花粉症の薬を求めてヨダ校長がやってくるヨダはミチルの前任者がクリスチャンを理由に国家聖省に反対で辞職したと告げミチルに伴奏を行えるか確認しミチルは問題なく伴奏すると答える倒れた時に 片方のコンタクトレンズをなくしており、楽譜が見えないことに気づいたミチルは、視力が近く中の良い社会科教師のハイジマのメガネを借りることを思いつくが、与田校長と暗部はけげんな顔をする。実はこの学校、昨年の卒業式で4人の教師と卒業生のほとんどが国家政省で不規律をして新聞沙汰になっていた。教育委員会からの指導もあり、与田校長は今年は、 穏便に済ませたいと考えている。昨年、国家聖省に反対したおかげで、定年退職後の再雇用が取り消された元教師が、不規律を訴えるビラを校門で巻こうとしていると、英語科教師の片桐が駆け込んできて、与田校長と二人で保健室を出て行った。入れ替わりに、灰島が保健室へやってくる。ミチルはメガネを借りようとするが、やはり灰島は、メガネは貸せないと答えた。 代わりにハイジ島は、シャンソンの、聞かせてよ、愛の言葉を歌ってくれるよう、ミチルに懇願する。ミチルは三人の子持ちでもあるハイジ島のみを暗示、国家聖書の40秒をこらえるように説得するが、ハイジ島は、受け入れず、シャンソンには、反権力の思いが根底がある。心の自由の危機に対して沈黙するアーティストは、間違っていると、逆に、ミチルを批判してくる。元教師は、 不法侵入の門で警察に連行され、与田校長と片桐が保健室へ戻ってくる。与田校長は、式典の間、灰島に、外で駐車場の案内係をやってもらえないか、提案するが、灰島はこれを拒否。さらには、灰島が、教室の黒板に書いた文章と、元教師が巻いていた扉から、生徒たちが、 内心の自由を理由に不規律を格索しているという情報が入ってくる。しかもそのビラの文章は10年以上も昔に、与田校長自身が雑誌に発表した主張だった。与田校長は校舎の屋上に立つとかつての自分の考え方が間違っていたと演説すると、共に式典で起立してもそれは外心だから内心の自由は犯さないと主張。そして、 一人でも不規律者が出たら屋上から飛び降りてはびると訴えかけた。ミチルはハイジマに向かってシャンソンを歌う。ハイジマはメガネを置いて保健室を立ち去った。2010年頃にイギリスで上演される計画があったが叶わなかった。そもそもなぜ国家聖書を強制する必要があるのか、それを説明するのが非常に困難だったため、信じられない話だ。 当地でこんなことがあったら、同僚や保護者が雑誌していないと評された。その後、2016年には、ロンドン王立演劇学校でリーディング公演を行っている。ありがとうございます。